はい、どうも、資料化チャンネルでございます。ですね、こちら、妖怪パッドですね。妖怪ウォッチの妖怪パッド。これ、1月17日発売のですね、妖怪パッドなんですけども、全店合計1万個ということで、これどちらかというとね、上新電機なんですけども、まあ、こちらのね、申し込みで、12月の27日土曜日からスタートということで、まあ、受付をもうやりました。昨日やる予定だったんですけど、今日気づいてね、今日やっちゃいました。こちらね、いつもまあ言ってます、私が、もうおもちゃを買うときに愛用してます、上新電機でね、こちらの方ですね、予約ということで、もう予約しましたので、全店合計1万名ですんでね、まあ、当たるかなと思うんですけどもね、それで、まあ、値段の方がですね、8420円、税込みで8420円。確かね、定価7800円か900円、なんかそれだったですね、これね。はい。まあ、ぜひともね、こちら買いたいと思いますので、はい。こちらですね。なんか妖怪パッド。それとですね、ちょっと大きさの方なんですけども、こちらの長さがだいたい、90ミリ。で、こちらがだいたい、136ということは 13.6 センチ。9センチの、13.6 センチということで、まあ、案外ね、大きくないんですね。大きさからすると、iPhone6 よりも、ひょっとしたらちょっと小さいかもしれないですね、これね。はい。ですね。まあ、ということでね、一応サイズが分かったのでね、作ってみました。実際のところね。はい。こんな感じになります。はい。大体ね、こういう感じです。あ、画面ちっこって感じですね、これね。はい。画面がすごいちっこいですね、これね。はい、ここでね、ここにメダルをこう入れてね、なんか遊びたいですね。で、これ画面がね、ここからね、ジバニャンとかね、こんな感じで出るみたいですね。まあ、こんな感じですね。はい。どうでしょう、こう大きさこんな感じです。実際ね、なんか 手に持ってね、こう片手で、僕大人ですんでね、まあ、こういう感じで、ね、持ってね、遊ぶような感じですね。まあ、画面がね、これちょっとおかしいですけど、まあ、これのね、これぐらいかな、画面。ね、どうでしょうね、ちょっとちっこいかな、なんかね、メダル2つ分か3つ分ぐらいの大きさみたいですね、これで見たらね、なんかそんな感じしますね、はい、これね、もしね、抽選で当たればね、買ってね、もう早速レビューをしたいと思いますけども、外れたらどうしようかなって感じでね、外れたらこれでね、遊ぼうかなと思ってます、これまたね、上から紙貼ってね、遊んじゃおうかなって。どうでしょうこれね。いいでしょうこれ。こんな感じになると思います。ね、iPad。妖怪パッドですね。こんな感じですね。大きさね、ちょっとね。まあ、ペンで言ったらこんな感じですね。これ。これがまあ、ペンで。大きさで言ったらもうこんなもんですね。はい。ちっちゃいですね。案外ね。はい。まあ、耳がついてる。ちっちゃいですね。かなりちっこい感じにします。これね、来たら楽しみですね。はい。というわけでですね、今回ですね、妖怪パッド、こちらね、上新電機の、予約ということで、させてもらいました。はい。そのレビューです。はい。1月17日、届きましたら、早速ですね。はい。1月25日に販売開始か、販売期間25日までということで、17日に手に入りますね。はい。17日にもしね、いけるようでしたら、はい。もう早速手に入れてね、買いたいと思います。以上です。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。